だが残り34分コースマーシャルから信じられない情報がヤマハのピットに飛び込んだ。ピットが騒然となる。トップの平が帰ってこない。真っ先にメインストレートを駆け抜けたのは HRC のガードナー。残り30分、平、まさかのスローダウン。しかし、平はピットに入らず、そのままスロー走行でグランドスタンド前に向かう。悲劇。このリタイアは鈴鹿8体の歴史の中で語り続けられることになる。うまくいくなと思いましたね。どの時点で、まあ、最後ライダー交代した時ですよね、まあ、僕のパートに回ってきて、後続の皆さんともねちょっと距離もありましたから、なんとかこれでいけるかなと思って、まあ、僕が最後受け持って走ってたんですけれども、ストレートを通過して、第一コーナーで減速するんですけれども、減速ポンポンってした時にアフターバーナーみたいにこう以前と違ったその排気音がしたんですよ。おかしいなと思って、まあ、クラッチをミートしたら、まあ、4気筒が3気筒になってた、まあ、そのような状況で、すかさずそういう状況になった時に、後輪を見ましたね。後ろのタイヤをそのオイルが出てないか、まあ、周りの人に、ね、迷惑しちゃいけないので、まあ、オイルも出てないので、まあ、一周回ってピットの前でね、ああいう状況になったんですけども、まあ、8体のみならずそのスプリントレースでもあるわけじゃないですか。マシントラブルってありますから。で、まあ、1年間その8体にかけてきたエンジニアさんの気持ちも分かりますし、それはもうしょうがないことですよね。後になって思うんですけど、まあ、初めて勝った時にやっぱり8台ってそう簡単には勝てないんだなっていうのを後になって思いましたね。だから85年にうちがリタイアしたのも、まあ、当然といえば当然なのかな。やっぱり確認すべきこと、8台勝つためにはやるべきことっていうのはいっぱいあると思うんですけれども、そうしたところに対してその耐久レースっていうもの自体をそれほど経験してなくて、やっぱりスプリントベースでものを考えてましたから、そうした時にああいうリタイアっていうのは、まあ今にして思えば あっても当たり前、おかしくないっていう、当たり前じゃないですけどね、あってもおかしくない。 I wasn't sure, so I kept riding maximum.And they were holding the board out, tire out, tire out, and I didn't see it. And I kept trying. Then eventually I seen the board in the night time that, because of my dark visor, I eventually seen it saying tire out, position P1. And I, with about 15 minutes to go in the race, 10 or 15 minutes to go in the race, then everyone's going slow down, and I could afford to calm down a little bit, but...最後の最後、大きなドラマが待っておりました。メインスタンド前、手を挙げるラインガードナー、スタンドの歓呼に応えます。そしてその左には無念のリタイア、平がいました。待ち受けるチェッカーフラッグ、最終コーナーを回って最後のストレート、メインスタンド前、先頭はラインガードナー。チェッカーを今受けました。ラインガードナー堂々の優勝、逆転優勝であります。8時間の3分の2近くを走り切ったガードナーは、自力ではマシンから降りられないほど疲労しきっていた。Yeah, that was a very, very, very hard race for me.
after it, they had to carry me off the bike and I had to go under oxygen and I was dehydrated. And for 2 weeks after that race, I was ill from dehydration, just didn't feel very well at all. And so, hardest race, but probably the most enjoyable race because of the amount of effort you have to try hard to get that win. So, 1985 would be the most and most memorable point, yeah. 平のラスト30分のリタイア、ガードナーの危機迫る追い上げ、85年の8体は日本のモータースポーツ史上に残る死闘となった。優勝はワインガードナー徳野正樹組、2位はマイク・ボールドウィンドミニク・サロン組、3位には吉村から8体初参戦となったケビン・シュワンツと8体常連のグレーム・クロスビー組が表彰台に立った。を走る吉村の高吉と2位ヤマハのマギーの差は9秒。逃げる高吉だが2コーナーの立ち上がりで周回遅れと接触、転倒。ほとんどもう悲鳴に近い状態でしたよね。でも泣いたぐらいじゃないですか、まあ、僕たちもそうですよね。涙は出なかったですけども、こんなことが起きるのかぐらいに。まあそれでもね、なんかオートバイを起こしてね、走り出したんでね、うわーなんとか走り出したということで、まあそしたらもうあとは完走、そしてね3位もね、3位とは少しあったんですけど、なんとかねそのままね、もうこのその状態で2位でゴールできればいいなっていうこと で、まあ後で聞いた話なんですけど、2コーナーのところで全く気がついてなかったらしいんですよね、周回遅れがアウト側にいるっていうのは。それね、なんかだからはっきり言ってね、まあ、気がついてればね、走行のところでもうペースを落とせばそんなに外に払わなくたってよかったのに、いつものラインでそのままビューンってその外に出ていきながら外のラインに払んでいくラインは見てないで、次のクリップの方を見てるでしょ、当たって気がついたっつうんですからまあそんな状況でもう、まあ、その時にね、もう高橋もうしまったと思ったんですけど、もう帰ったらめちゃくちゃ怒られると思ったって言ってましたから意外とね、なんかその僕たちがね、なんかそのなんつうのこう焦ってたのとは裏腹に、もう本人的にはそんなにね、なんか内心はもうただ淡々ともう走ってて、そんなに焦ってなかったようなことは言ってましたけどね。これでトップに立ったのはヤマハのケビン・マギー。そのままチェッカーを受け、ヤマハの8体初優勝を決めた。土壇場で転倒を喫した吉村の高吉はなんとかコースに復帰、2位でチェッカーを受けた。優勝はヤマハのマーチン・ウィマーケビン・マギー組、2位は吉村のギャリー・グッドフェロー高吉勝郎組、3位にはヤマハのジョン・コシンスキーカル・レイボン組が入った。回想していた7番辻元が最後のピットに入ってくる。日本人ライダー優勝の期待を伊藤に託して13万5000の観衆は華々しいクライマックスに心を躍らせる。伊藤がピットアウトするときにはすでに BT は第2コーナーを抜け S 字を走っていた。1年前はチームメイトとして共に戦ったビーティーと伊藤は今どんな気持ちで走っているだろう。ビーティーはチームメイトガードナーの鈴鹿8体ラストランに栄光の幕を下ろすことができるか、また伊藤は日本人ライダー優勝の期待に応えることができるか。いよいよファイナルステージが始まる。チーム HRC はもう一度ピットインを予定していたが、状況を考え最終ライダーを伊藤に任せることにした。
ピットアウト。わずか4秒後方に伊藤のオレンジのライトが輝く。日本人ライダー伊藤への声援か、それともガードナー鈴鹿8対ラストランのフィナーレを演出する BT へのコールか。サーキットが白馬の中で揺れる。この悪条件の中で BT は2分14秒台の好タイムをマーク。伊藤の目の前から少しずつ遠くなる BT のテールランプ。残り28分。その一瞬、サーキットコースに流れていた時間の帯がプツリと切れた。誰も予想しなかった出来事にサーキット中がざわめく。伊藤慎一、まさかの転倒。なんとか動いたもののレースへの復帰は難しい。無情にも傷ついた伊藤の脇をビーティーがゴールに向かって快調に飛ばす。1台のマシンが転倒。しかしそれだけでは済まなかった。転倒車が炎上。そこにトップグループが差し掛かり、藤原、宇川、加藤の3台が次々とスリップダウン。スタートから30分、鈴鹿8台史上初の赤旗中断となった。中断までの30分を第1ヒート、残りを第2ヒートとし、両ヒートのタイムの合計で順位が決まる。見る側には正確な順位が把握しにくくなる心配があったが、その後のレース展開は至って分かりやすく、そしてエキサイティングなものとなった。接近戦を続ける2台が最後のライダーチェンジ。それぞれスライトとラッセルがコースイン。ここから鈴鹿8体史上永遠に語り継がれるであろう伝説のドッグファイトの幕が切って落とされた。最後のライダー交代の時に、ダグ・ポーレンからアーロン・スライトにね変わる最後の交代の時に、アーロン・スライトがシールド、ヘルメットのシールドを少し開けてた状態にいた。その時にガソリンを給油した、そのガソリンが吹いちゃって目に入った。だから彼は見えない状態で、それでスタートしてったんですよね。後から聞いたんですけど、3ラップぐらいはもう本当に危険な状態だったというふうに言ってましたね。時は複雑でした。というのは相手がですね、アーロン・スライト選手でしたから、もともと93年の時のですね、スコット・ラッセル選手とパートナーを組んどった選手でしたから、まあ彼にも川崎から移って、まあ、本田さんでしたけど、頑張ってほしいという思いはありました。当然うちのチームラッセルにも負けてほしくなかったし、まあ非常に微妙な気持ちでですね、まあ、あと2人がトラブルとかなんとか転倒で決着つかずにですね、最後まで走り切って
まあ、どちらか1位になったらやむを得ないなと。だけどいずれも川崎のライダーというイメージで私2人とも見てましたんで、うん、ただね祈るだけですよ。もうこけないで抜かれないでくれと、もう最後までとにかくトップを守って走ってくれというのを祈るだけですね。ホンダに移って1年目だし、で去年川崎で勝って、で今年やっぱりホンダで勝ちたいという気持ちはあったんでしょうね。川崎時代は多分想像するにね、ラッセルの下というかナンバー2という位置づけがあったんじゃないかという気がしますよね。でそれでホンダに移籍して、で彼に勝つ、だから実力は決して俺は下ではないんだというところを見せたかったのかもしれないね。中でね、激しいバトルっていうのはまあ息が詰まったね。いやもうそれはみんな黙って手に汗握って見とったと思いますよ。暗い中でしたからね、まあ、一番トラブルが起こりやすい、転倒が起こりやすいような時期でしたから、なんか転倒だけで開けなくですねというような気はしてましたけど、まあ、ギリの戦いをやってましたんで、まあ、あのチームとしてよりも、まあ、モータースポーツのファンとしては、まあ見に来られた方も非常に、まあ、盛り上がったレース、まあ、感動したレースじゃなかったかなというふうに、うん、思ってました。お客さんのことを考えたらああいうレースやっぱり素晴らしいんだろうなというふうに思いますよね。スライトは後からこうスライトに聞いたんですけどね、川崎のヘッドライトが非常に明るいんですって。だからアウトから来るのかインに来るのかよく分かったって言うんですよ。だから非常にこう抑えやすかったと言ってましたね。あれはね、あれだけの8歳のレースは見たことないですよね。優勝ダグポーレン、アーロンスワイト組。そして第2位はスコット・ラッセル、テリー・ライマー選手組。さあそして第3位です、伊藤慎一、武井信也選手組です。いろんなそのマシンも心配だった年だったし、それから性能的にも十分出てなかった年だったし、ね、いろんなアクシデントもあった後だったし、その中で、やっぱり勝てたっていうのはね、やっぱりホッとしたね。そして千歳さん、はい、チーム桜井ホンダ予定では最後の、そうですね、はい、最後のピットインを終えまして、今ピットロードから外に出ていきます。71番、最後のピットインを待ってライダー交代を待ちます。藤原克明、そして準備万端です。ピットインですね。そうですね、はい、そして藤原克明選手、今両手を広げて北川選手を迎え入れます。
ちゃんとしっかりとトラブルなく帰ってきました。最後のタイヤ交換進みます。高川選手、観客に向かって今大きく手を振りました。そして17秒藤原克明選手防水です。かからないか。おお、どうした、どうした、まだかからない、まだかかりません。さあどうしたんだ。ピットギリギリのところまで行ったか。あ、さあピット、これは大きなトラブルだ。まだ出られない、まだ出られない。藤原選手、あっと、これはなんということだ。北川藤原トップが変わりました。ぬくみがトップに立ちました。藤原克明選手、バイクを降りてピットを目指して走ることになりました。セル回してますが入りません。血が飛んでないですね。あ、電気系統トラブルですかね。ゼッケン71番にさあチェッカーのフラッグが今振られました。212周ゴールイン。チェッカーのフラッグ、2003年鈴鹿8時間耐久オートバイレースはなんと温水幸男の初優勝。鎌田岳、本当に自らの手で勝ち取った8歳の優勝でした。ドミニク監督の最後の鈴鹿、残り5分ですよ。こんなショッキングな幕切れがあるんでしょうか。いやー、これで今バーチャル出ています。SRC 川崎が EWC のチャンピオンシップ争いトップに立ちました。いや、北川さんが言葉を失っています。いや、まさかね、残り5分で、まあ、エンジンがブローしてますね。確実にね、エンジン壊れましたね、今のね。いやー、いや、ただ高速のライダーもちょっと中止だけどですね。そうですね、オイルが出てますからね。かなりコース上にオイルが出ています。いや、これセーフティーカー出した方がいいんですけどね。まあ、そうですね、かなりペース落ちてますから。いや、相当オイル出てますよこれ。いや、もうこれはこのゼッケン10番の川崎ジョナサン・レイも相当これペース落として走ってますよね、はい、これがラストラップ。さあ、2位との差は15秒あります。コースにはオイルも出ています。しっかりと、しっかりと、ここはこの S 字区間ちょっと、はい、慎重にいたほしくない。安全に慎重、はい、まさかの転倒。うわ、やはりオイル乗りましたね。これはラストラップですよ。これラストラップに待っていた。あー、ここで赤旗。いや、これね、ジャッジするのちょっと遅いですよ。あれだけノイル出て、そうですよね、走らせるなんて。残り1分30秒ですよね。ラストラップというところで、これ赤旗チェッカーだと川崎の優勝ですね。あ、ですね、赤旗チェッカーだと川崎優勝、はい。これはちょっとレースディレクションジャッジがちょっとまずいですね。あー、セーフティーカー。そうですね、本来はセーフティーカーチェッカーでもよかったんですけどね。ここでセーフティーカー、はい、これはあの鈴鹿八歳の順位としてはどうなるんですか。いや、どうなるでしょうね。これはもう最低という気を待つしかない。そうですね、この後やり直さなければ、はい、赤旗が出た前の週の順位が、うん、あの、ね、になるんで、はいはい。ここで今8時間を経過しました。セーフティーカーは今入っています。いやー、残り時間が少なくなって、もういろいろなことが起こりましたが、ただこれはこちらは SRC 川崎 EWC のチャンピオンが確定したということで、 SRC 川崎のピットは大喜びというところです。正式な結果が出ましたので皆さん、いや、これはちょっと正式な結果を待ちたいと思いますが、最後の最後大波乱ですよ。大波乱も大波乱ですよね。もうラストラップですからね今ね、はい、
いや、やはりその辻本さんが注意をしなければいけないと言っていたそのポイント、いや相当もうオイルが出てましたからね、コースを走ってたので、あそこでセーフティーカー出さないと ね、 この暗さですしね、見えないですよ、イエローフラッグだけじゃやっぱりね、オイルバタも出てたんでしょうけども、はい、